あまだまあほんまやえうわうわかぶってもうたほんまやうわそうえごめんなさいほんまやほんまやえほんまやうわほんまややってるよなうわうわ待てかぶってもうたうわごめんなさいえ九9時半からした方がいいかな9時半から。 にした方がいいかなそう弟からもらったラメです目30分に終わるかなえっほんまにえじゃあ30分からやった方がいいかな一回終わった方がいいよなえー、ほんまに大丈夫かな うーわー、ごめんなさい。あの、書いときます。あの、モバ。モバ。生、ま。今。されてるので。 えごめんなさい本当にうわーかぶってもだごめんなさいこんばんはこんばんはえー、ほんまにすいませんえそうニャンニャンから聞いてあのフィルターをつけれるようになったってえそうだからつけました前髪がわいあありがとうございます 前髪可愛い,いありがとうございます。<laughs> 前髪可愛い,いありがとうございます。あゆユナも始めたほんまにあらあら。今日マキめっちゃかわい,いえほんまにえでも今日はほんまにあのめっちゃ急いで準備した人やからそんなそんなやんな。え。 初めましンのパフォーマンスや歌声が好きですあ赤似合うねほんまにえでもなこれ赤じゃないねんななんかピンクみたいなえなんか濃いピンクみたいなな赤に見えるけどえそう加工がつけれるようになったんですえでもどこまで加工していいかわからへんやんかえわかるえわかるあのほらフィルターも変わんねんほら やっぱこれかなって顔がシュッとした気があ,あ多分それは加工です間違いない加工ですそうえ目大きくしみて分かったちょっと待ってなえどうやってやるやんあメイクメイクで 目を聞く、いくで。ほら、怖ない、凄ない。何この最新の加工技術。ほら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 。これぐらいよな、やっぱ。<laughs> すごいよな。あんまりすごいと思う。 あ間違いない最近流行りのなピエアイえ流行っとんか知れんけどなんかあるよなピエンっていうあの絵文字みたいなあそうやお話し会お話し会申し込み中ですおけみおけみおけみ <laughs> それはあかんなプリクラの加工みたいで怖いえほんまにああさっきがあったことえ七7月23日のお話かいけまえ待ってますありがとうございますうんちょっと相談24日バーベキューするんだけどバーベキュー場でお話するかオープン前てるええ全然え全然いいんですけどえバーベキューいいな えー、いいなぁいいなぁ早く会いたうーん公園そう生誕祭も23日にやに向かうあありがとうございますふふ <laughs> ありがとうございますちょっといつも近いって言われるからちょっと話しとここんばんはこんばんは今日はえー、そうなんかもう立てて配信するのめんどくさいなと思って手持ち配信です 話会行ってみたいですがいい,いや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 そんなそんな今日は特有すごいえほんまにえでも今日の服があのめっちゃ好きなんです個人的になんか嬉しいありがとうございますありがとうございますえそうやねもうな最近なもう部屋着としての妹が私の生誕ティーンを着てくれてて そうなんです最近ずっと寝てますそれでうわーもうほんまになあ何か知らんやけど僕1月4にお話し会いとってるらしいえー、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますあのな上の服はあの昔に買ったやつやからダラなんですけど下は違いますあのそうです 間間違いない妹かわいい間違いないいいいなな妹そうなんですコトさんから誕生日プレゼントを頂い,いてはいもう今日早速使いましたくしなんですけどもうはいありがとうございますえ間違いない絶対な絶対生誕祭をお泣きする間違いないあのな もうなちょっとなやばいと思う生誕祭泣きそうほんまになんかもうほんまに泣きそうやから怖いなーって痩せてるいや加工のおかげです加工です本当に加工です生誕 T シャツメンバーもよく部屋着にするええー、そうなんやサンキューマートいき、えー、たいんですあのポンポンプリン さんとのコラボですねえめっちゃ行きたいんですけど行けてなくてめっちゃ行きたいです意外と泣かんと思ってんねんけどえ泣きそうほんまにえちょっと頑張らなあかんなと思ってえんか前髪が伸びるのがすごい早くて私あのなので 1か月に1回は行ってると思います。めっちゃええー、そうなんです。ローラーが結構いけて、そうね。あの、いいですよ、本当に。あの、プレイする時は、本当にローラーローラーだけあけ、あの塗るやつ、やってみてください。めっちゃいいんで。ヘイターさんに涙で落ちないメイクしてえそうですねでもメイクさんの そうですね。メイクさんに言ってみます。あの落ちないメイクでお願いします。絶対泣くのでって言います。ええー、お待ちしてます。ありがとうございます。セーター T シャツかええー、嬉しい。セーターでレッスン着とかにするイメージ。ああね。えでも生誕祭の日のレッスン着はほんまにあのセーター T シャツを着たいなって。 思っております。ヘタでもオンラインショップで買います。ああありがとうございます。んえー、なんか売り切れてたって聞いた。ありがとうございます。本当にありがとうございます。えー、どこやったっけな。 ええー、多分あれもザラやった気もします多分セーター T シャツショップに売ってなかった人気で売り切れたあ,ありがとうございますえめっちゃ嬉しい本当にあの本当にあに売り切れると思ってなかったのでいやあありがとうございます皆さん本当に嬉しい間違いない間違いないなええー、そうやねめっちゃ頑張ったんですけどちょっと無理でした あ、確かに「生誕ー,ティー仕事中にショップ寄って買いました」おお仕事中にやーいやいやでもありがとうございますそうなんですねコンサートが8月の14日と15日に延期されました 9時半まままで参加ししすあ分かりました多分私もねえ,え何時までしようか迷ってるんですけどあの30分で終わろうかと思ったんですけどもしかしたら10時ぐらいまでするかもしれないですうんえでも私めっちゃ今涙の表面張力がしたいですユニット。 そうですね。頑張ります。ええー、そう。無理せず、ありがとうございます。確かにな。お盆休みやな。え、間違いない。それが一番泣くよな。絶対。うん怖いなって、ちょっとなってんの、めっちゃな。最近、こ、じゃね、め、なんかな。また目晴れてん、私。目晴れたからな。こっちと、こっち。 <laughs> ええー、ありがとうございますえ九時半からエイピ配信するそうですおえなコラボできると思うちょっとさなコラボしたいねんけどできひんかなコラボなコラボしたいねんけど。 な,あなんでやろうしたいねんけどなできひんねんななんでやろうな,なんでえー、ほんまになちょっとこんな「しなれ柳」で一番好きなシーンあるえあのミルさんの お花に囲まれてのあの表情がめっちゃ好きです。デコあ間違いないごめんなさい。シナレヤナギえー、ほんまにシナレ よかった。いや、指輪が折れたかと思って。よかった、よかった。あ、よかった、よかった。あ、折れてなかった、よかった。無事にいました、指輪。よかった、よかった。ええー、二十四歳、ありがとうございます。うーん。ああ、確かにな。 確かに申請してもいやって言われそう間違いないうん。あじもなないつええー、よろしくお願いします。こんばんはこんばんはこんばんは。こんばんは 今なのも配信中です明日ちゃうゆなのラジオ配信一回出てみたいな指何かえ分からへんな何のこうなんやろなよく分からへんいや違いますよね貯金じゃないですよねああ、そうピオラジ <laughs> そう手持ち配信してます あ今週やらへんのかジュジュラジーつえー、<laughs> いやあれはユナのラジオやからな著作権がちゃんといる一回何全然いえ確かにな こんばんは、こんばんは、こんばんは常に初見の気持ちで見せます。おありがとうございますえ、ね、間違いない、でもな立てるのもめんどくさいね <laughs> 携帯を、ここに立てるのも、あのそう、準備するのが、あれなので、手持ちでやってます うん、そう音声でも多分分かりました。ありがとうございます。あの皆さんがコメントに書いていただいたおかげで分かりました。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。スタンド内、いや、あるんですけど、あるんですけど、ちょっと出すのがめんどくさくて。はい。そうなんです。またしおりさんが、そう、しおりさんが、 出てくださいます21日桃音さんの生誕祭です <laughs> そうやな23日当たるように当たりますように <laughs> えゆユナくんがピューラジャンジュウェルカムウェルカムウェルカムおェジャムジェ 行きたいな最近の涙袋めっちゃ好きえ多分なあれやねんな弟がくれたからそれをつけてます <laughs> えー、誰だやろな確かにそうラメラメそうですね明日は。 シオさんさのそうなんですレオパージュさんにあのまたあ,のありがたいことに出させていただくことになったのではい明日ありがとうございます本当になんかなアイピじゃない気もするようなあごめんなさい前髪しか映ってないごめんなさい あれはじめましてうん <laughs> そうなんですえルビー最高に好きえー、ありがとうございます。ちょっとなあの時と比べてなあの最後にレオパージュさんに出させていただいた時よりちょっとあのー。 あの <laughs> ふとだと思います。<laughs> ちょっと。はい、今日の夜腹筋します。そう、明日は、あの超絶可愛い一緒のまいちも出ます。 確かになそうですね最近やばいぐらい食べてるのでやばいなってえウィンクさんね前食べたものを送ってきててびっくりしたああ そうですねあのモバメに最近あの今日食べたものを発表するというなんか、はい、謎に私がそうですねすねませんちょっと意識を高めたいなと思って「もばめなれ」皆さん許してくれるかなと思ってあの今日一日の <laughs> 食べ物を全部書かせてもらってるんですけど本当にあの改めていつも書いてて反省してます本当にあの気をつけます。 そうほんまに間違いない。な間違いない。ちょっともう本当に気をつけないとあかんなと思ってるんですけどあの最近本当に食欲がやばくてあの本当にやばくてそうなんです。<laughs> ちょっとなちょっと気をつけます気をつけます。ええー、な美味しいよなあれ好きやねんポテトチップス。 <laughs> 食べたものをメモる癖つけると痩せるらしいよお多分それを最近私は勝手にモバメにさせていただいてる気がします本当にあの失礼しました本当に皆さんえー、そうなんやかりんさんもえー、そうですねなんか あのめっちゃ食べたい時とあのそこまでな日があって今が本当にピークなんです私あのお腹の減り具合がなんでこんなお腹すくねんって言うぐらいあのやばくてそうやばくて本当にだってななんかな食べちゃうねん <laughs> じゅちゃんの食活ルるたーも上へとろうかな <laughs>。あのどうなんやろうなそう激しいねえだからそうなんですあのああの本当になあよしじゃあ痩せたと思ったらその分また食べたくなるんであの食べたらまた戻るんです本当にあやばいなと思ってあのまた頑張ろうと思うんですけどあの。 食べたいっていう気持ちが強くなってしまってまだ戻ってしまうんですどういうことこれなあそのままさ痩せてくれたらいいのにさまたお腹すくねんな,なに勝手にまた体重戻そうとしてくるんかなこれそうですね頑張ります。 えー、前公園に行って気になってますええー、ありがとうございますえー、えう、ー、しいありがとうございますありがとうございますう <noise> ん基礎代謝を知るといいようなんか言葉は聞いたことあるえそうだから明日な怖いね明日あのルビー 踊る時のアンこんばんはフルこんばんはフルあーありがとうございます何もともと細いからいやそんなことはないんです本当に本当に違うんです私あの本当に動く機会が減ったら本当に太る人なんですはい そうやねんな。間違いない。えー、めっちゃ褒めてくれる？ありがとうございます。今夜は何回ぐらい金腹筋します。えー今夜えー、え。でもいつもあの筋トレする時はあの1曲分を体感。するって決めてるので多分。 体幹三分ぐらいしてやってるんですけど最近はサボってます。はい。そう体幹してえで,で,でもスイッチが入ったらやるんですあの体幹そうプランクしてあの横とかのプランクもして筋トレもちゃんとして。 やる時はあの足の筋トレとかもしてるんですけどあの内ももとかのでも最近はあの本当にサボってましてそうなんです最近ちょっとサボっててちょっと本当にやばいなって4分くらいえー、どうなの ?3 分くらい V 字バランスしながらサイドツイストすると効果できるああよくやってましたプランク1曲分はないえでもプランクなんか1曲分やからずっとキープするんじゃなくてなんか30秒キープしてからあの横にツイストしてあの上げたりとかしてそうずっとキープではないんですけど1回も下ろさずに1曲分みたいな。 感じのやつしてますこんばんはでもなスクワットしたらすぐ筋肉つくねえアンジュ筋肉質やからそうなんです いやー5時間ととかにありがとうございますやばいくしゃみ出そうえそうやるときはやらないとと思ってあーくしゃみ出そうあよし間違いない足はほんまに落ちん。 ええー、前ツイッターのインデスだけ腹筋してる人いて、ええー、しんどいええー、しんどいな。うわ。今日、ご飯は何やったえー、っとですね、パスタとピザ。痩せすぎはもちろん、ええー、大丈夫です、大丈夫です。私の、あのここまで、こういう体型がいいなっていうのはあるので、大丈夫です。

<music> あよしくしゃみ出そうになったなと思ってこんばんはこんばんは渋谷のえー、そうなんですあのあ,あの渚さんの YouTube にあの出させていただいてるのであごめんなさい揺れてますあのすいません画面が揺れました ありがとうございましたここまで来ていただき本当にありがとうございましたなあ落とし穴いいよな曲調覚えやすいよなえでも本当にメイクすごいなと思いました渚さんのそのあ YouTube 見させていただいたんですけどなんかやっぱカラコンってめっちゃ変わるなと思って。 えー、渋谷そうそうそうあそう最初ちょっと髪の色的にそうそうなんかなと思ったけど違いましたアンジ昔ギャルだと聞きましたがえそう自分では,ギャ,ルではもギャルとは思ってなかったんですけど友達に。 ギャルって言われてああそうなんかってギャ,ルギャルっぽいんになるんかなよく分からんけど今日何時までえそう9時半までにしようかなと思ったんですけど9時45分までにしますえっ4時ってギャルなんかな分からへんあーはるかさんも始まってまたどうしようえそうやんな9時半からしますって書いてたもんなはるかさんも。 ギャルだったえっギャルではないですえわ分からへんえめっちゃ眠たそうよなその写真あいぴが誕生日の時に載せてたアンジュの写真めっちゃさ眠たそうよなあの京都遠足での時に撮った写真なんですけど多分あの時すごい日光やって。 まぶしいなーっていうのと眠たいなーっていう顔が混ざりきった写真なのであの本当にやばいなーって思いましたえウーカさんもなのですかウーカさんも配信してるんですかウーカさんえっ、ー、ウーカさんも配信してるんですかうーわーかぶりましたねあの浴衣の写真めっちゃ好きえ 本当ですかえじゃあ,あの友達が撮ってくれた写真もあるので今日もおばめで送りますえ一回送ったっけ送ってないっけちょっと加工強めやけど友達が撮ってくれた写真が浴衣の時の写真があるのではい今日もおばめで送ろうかなえでもなどうなんやろう一回送ったことあるっけな の仕方なえ浴衣一回送ってるかもあそれやったら大丈夫かそれやったら大丈夫です映像を幼かったやつなあんな1年で変わるって感じやけどなな あ、ほんまに最近登録した人もいると思うかもあほんまにえじゃあもう一回送る送ります同じ高校で同じアイドルうん、えー、そう確かになこんばんはこんばんはちら、あ、ちらカチューシャつけて前髪分けてる写真めっちゃええー、ありがとうございますそう最近前髪分けすぎて だから今日は下ろそうと思って下ろしました前髪重くしないのしないですえなんかな暗くなっちゃうねんあと10分です間違いない45分ぐらいになったらランキング読みますアンジュのパフォーマンスえー、ありがとうございます今くらいが好きえええー、ありがとうございますえやんなアンジュもこれぐらいかなと思ってます前髪 こんばんばはさっきまでにゃんにゃんにゃん配信してた暗くなる性格えっあの顔色がな暗くなんねんそうアイピ始まらんのだがあっあらアイピ何じゃはいこんばんはこんばんはえっ間違いないな今思ったらいいよねそうやね ありがとうございます。えー、タワーいやーえー、タワーこれタワーなん間違いない。ナザキちゃんくとか欲しいなほんまに。こんばんはえー、ありますツイッターフォローしました。えー、ありがとうございますえー、これってタワーなんですかえ ありがとうございますえマサさんあーマサさんありがとうございますタワータワーありがとうございますえ、なんか、みたらし団子みたいな。えありがとうございますタワーらしい。ええ、ありがとうございますすごいみたらし団子やん。美味しいよな、みたらし団子。ほんまに好き。あ、タワーやでありがとうございますありがとうございます えー、季節物のタワーええー、バレエとかいやいやいやそんなそんなありがとうございますすごい光ってますみたらし団子がありがとうございますありがとうございますえー、すごいな今の季節ってみたらし団子なの季節物のタワーそうやなおめでとうありがとうございますあ誕生日ありがとうございます えーすごいたい焼きやアンジュなたい焼きやったらチョコ味が好きチョコかカスタードかえー、にゃんこ3きょうってにゃんええー、あ,ありがとうございますアンジュたい焼きはあんこ派カスタード派チョコうーとなチョコ派チョコ派 そうやねじもなあんこ食べられへんねんなどっちから食べるたい焼きたい焼きどっちやろう最近食べてないからなえー、カスタードなんやあでもなカスタードかチョコかもしれへんえー、頭やと思う頭から食べると思うあたい焼き えしっぽなんやえでも時と倍とよるかもしれへんないですうんー美味しいよなクロワッサンたい焼きてーあー美味しいですよね確かに確かにそう時と倍によります あーそういうことねあー確かに確かにあだから尻尾から食べるんえー、あ尻尾残しておいてえ逆にそうなんやえー、こいつの時たい焼きさん屋さんでバイトしましたえー、えー、すごいなあれやんなあのえー、すごいないいなえー、お腹からって珍しいパターンやな マリトッツォはや食べてるえほんまにあのー、アンジもえチョコ味食べてみたいマリトッツォのそう一回生クリームは食べたのでチョコ味食べてみたいなあピー始まったピー始まったあやっぱ暑いんやたい焼きって えー、知らへん泳ぎたいやきくんえー、分からへんあそういうことお腹やったら絶対あーうん確かにあだからお腹から食べるんやええー、あー知ってます知ってますかも達夫さんえー、たいやきくんどんな曲やろう泳ぎたいやきくんええー 聞いたらかかるんかなどうなんやろ縦でうまく割れるえあのなんとか分ける時あるじゃないですかあの時と一緒であの横で割ったら対象にならないんです皆さん本当にあの縦で割らないと大きさが異なってまた喧嘩になるのであの縦でちゃんと割りましょう分けっこするんやったらその方があの平等になります本当に。 私もらえも知らんよなアンジュも分からんへんあね昭和ああねえじゃあなんグランマグランパに聞いたら分かるかなそう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 なるほどうん間違いないあのなんと一緒ですえっこしあん粒あんじゃどうしてえー、アあんじなあれやねんコラボ配信どうやるんやろえー、間違いないどうやってやるんやろな あ、ごめん、アイカから LINE が来て、ごめんなさい。<laughs> 普通にアイカの LINE <laughs>。え、なあ、どうやって、こしあんつば食べられへんねん。でも、お母さんはこしあんが好きです。今42分、そう42分、あ、42分、43分になったら、え、なあ、 どうやってするんやろなそうあんこ苦手やねんなあ配信でほんまにコラボ配信どうやってやるん前のな美咲の時もなあ結局できひんかったからさ なんかコラボ申請っていうボタンがないんですよそう食べられへんねんええー、ありがとうございます大学芋の甘いのは大丈夫ねえ間違いないそう美咲のさしだれ柳の英語のさ あのかツイッターに載せてく,くれてる美咲が翻訳翻訳あの英語で書いてる歌詞のやつを音でさ歌ってみようと思ってんけどなんか音に合わへんねんなどう,どう歌ったらいいんやろ <laughs> うん難しいな。 そうだからちょっと今度聴こうと思ってさきにどうやって歌うんかなんかな音と合わへんくてさやねちょっと一回歌ってもらおうと思ってウん <music> コラボするには一旦これを終わらせて通常配信コラボ配信を押すああねそうやね難しいよな歌詞直訳してるか音と合わないのではああそういうことね歌うようではないかもああそういうことね難しいよなえー、ほんまに難しいよな確かに確かに英語の発音はいあのー 一応、一応というか、いやめ。止まってるよな。え、動いてる。いや、四十五分なってた。あら、すいません。ランキング読みます。十三位の方から。十三位の方、れんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。十二位の方、ゆうちゃん。ありがとうございます。十一位の方、レイタさん。

5, ar, 5位の方、鎌刈さん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位の方、0さん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位の方、友田さん、ありがとうございます。友田さ,さん、ありがとうございます。2位の方、ありがとうございます。2位の方、いえい、2位の方、正昭さ,、はい、さん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位の方、正昭さん、あん あ、2位の方がまさきさんありがとうございます。1位の方、まささんありがとうございます。タワーありがとうございました。まささん、ありがとうございます。みたらしらん。ごありがとうございます。皆さん来ていただき本当にありがとうございました。あのー、ぜひともモバナマモバナあーよー。見てください。はい。 お疲れ様でした。ありがとうございました。グナイグナイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。セーターサーありますよ。間違いない。モバ生。藻場生。アーカイブで見れるので、見てください。すいません、かぶって。すいませんでした。お疲れ様でした。おやすみなさい。では、失礼します。バイバイ。 ちょっと指輪見せたいなって。<laughs> おやすみなさい。